はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ヘルカイザー亮です。さあ、本日なんですが、診断で追加されたエボリューションレザルトバーストというね、使用最強カードを使っていこうと思います。このカード非常にロマン性が高いカードでございまして、デッキからねオーバーロードフュージョンを1枚サーチできますよという効果と、でオーバーロードの効果で6体以上のモンスターを融合素材にした場合は、融合素材としたモンスターの数まで1のバトルフェーズ中に攻撃ができますよという効果を付与できます。これで、出していくモンスターってのはオーバーロードで出せればいいので、とかアンティークギアとかでもいけるし、あと、今回ね、採用しているキメラテック系、サイバードラゴン系のモンスターが、主になってくるかなと思うんですけども、この子の発動後、短縮の地まで、魔法カードの効果でしかモンスターと交渉できないので、縛りがつきます。で、エボリューションレザルトバーストは、1のバトルページに攻撃できるっていうことなんで、これはモンスターにじゃなくてもいいんですよ。で、キメラテックオーバードラゴンの、弱点は、モンスターにしか攻撃ができないというところなんですけども、このエボリューションレザルトバーストをぶち込むことによって相手の顔面にも連続攻撃ができまして、ものすごい打点で顔面にぶん殴り続けることができますので、もうものすごい殺意が高いというカードになっております。今回はこれを使うべく、表サイバーですね、裏組み合わせてもいいんですけど、ちょっと枠がないので結構入れたいカードも多いですし、今回高校でワンキルしていく構築なのでね、なので、今回は、表サイバーで使っていこうと思ってます。で、診断で追加されたね、これね、機械仕掛けの夜、クロックワークナイトっていう、このカードも結構優秀で、これフィードのモンスターが全部表側表示モンスター、機械族になるという効果があるんですね。なんで、クロックワークナイト発動して、サイバードラゴンを特殊召喚すると、相手のモンスター全部吸って、キメラテック、フォートレスが出せるという、こういうコンボもありますので、これを使って相手のモンスターを処理しながら、レザルト。で、グレザー以上を。していこうと、思っております。非常に成功率は低かったですけれども頑張って決めてきたので、見てください。デュエルスタンバイ。フェンリルオッケー、ゾジオッケーオッケーオッケー。まあ高校としては割とレザルト来てるけど、ちょっと機械族が6体用意できるかどうか怪しいな。正直多分ね、レザルトバースト、エボションレザルトバーストを打ちに行く場合は、多分そのサイバードラゴンも含めた機械族を6体以上用意すればいいんですよね、フィールドか墓地に。なんで多分ね、サイバー使うんじゃなくて、例えばなんかスクラップリサイクラーとか、そういうの使った方がいい気がしますね。オルフェコールとかワンチャンありそうな気がするんだけど、やっぱね、こういうロマンカードは、サイバーで使いたいですよね、基本的には。アルミラージにならないのはしゃあないわ。そこでしょうね。とりあえずゴキブリが通るか否か問題があるんだが、とりあえずゴキブリ打っていく。ゴキブリをぶち込んでいく。取れ、よし、 OK。 さあ、お相手しユベルですね。持ってくれ俺の心臓、勝利をこの手に掴むまで俺は負けたくないあれドライバー来ちゃった気合とちょっとハンドが全然噛み合ってないという話はありますけどね。ラビエルいいでしょう。いやーこれ強えな。いやこれ失楽園構えられるの確定でしょ。きつ、鬼みてえなことしてくるじゃん。ちょもうやめて、もう覚醒の三元馬とか張らないで、絶対に。あと、失楽も無理。霹靂も。やめて、マジで。失楽園、はい。ちょ、もうそれ強いって、その2枚ドロー、卑怯だろ、それ。ズルじゃん。ズルだよ、なんか一人だけさ。巻いた2枚ドローして、オーケー、伏せないぞ。伏せがない。何？チャンスだ。どこから行く？さすがにフェンリルかな。クシャトリラフェンリルの特殊召喚サイバードラゴンデッキだが、このデッキもご多分に漏れず高校デッキとなっているため、クシャトリラフェンリルぐらいは余裕で入ってるぜ。当たり前にな。エマージェンシーサイバーを発動。エマージェンシーサイバーの効果により、デッキから、サイバードラゴンを1枚手札に加えていくぜ。てか、あ、やべえ、これ俺ヘルツ入れるの忘れてんな。サイバードラゴンコアを攻撃表示で召喚。あ、複製が欲しかったところではあるが、さあサイバードラゴンコアを召喚し効果発動。あ、なんだこれ、あ、トークン出る、オッケー。
サイバードラゴンコアの効果により、サイバーマジックトラップカードを1枚お手札に加えることができる。レブシステムいっか。サイバーレブシステムを手札に加えさせていただくぜ。そしてクシャトリラフェンリルの効果発動。失楽園はちょっともうやばいので除外させてもらうぜ。あーまあ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 いいでしょう、まあ、効果では破壊されない体制ね。 OK 問題はない。効果で破壊しようとは思っていない。サイバードラゴンネクステア、いや機械族縛りもついていいよな。サイバードラゴンネクステアの効果発動。サイバードラゴンを墓地に送り、このモンスターを手札から特殊召喚。そして特殊召喚に成功したサイバードラゴンネクステアの効果、自分の力サイバードラゴンを特殊召喚。そして要は機械族をめっちゃ増やせばいいんですよね。めちゃめちゃ増やせばいい。だつまりパワーボンドしたら勝てる説はあるけどパワーボンドしたら勝てるんじゃないか説は一応あるんだけど、まあ現場トークンをリリースして、これ機械族を増やすための布石だ。そしてキメラテックフォートレスドラゴンを融合召喚していくぜ。フィールドの機械族モンスターとサイバードラゴンを素材にし融合召喚。現れよキメラテックフォートレスドラゴン。さらにパワーボンドを発動。パワーボンドの効果によりキメラテックランページドラゴンを融合召喚。そしてキメラテックランページドラゴンの効果、融合召喚に成功した場合相手の魔法トラップカードを破壊し、さらにキメラテックランページドラゴンの効果、デッキから、いやこれマジでヘルツ入れるの忘れてるな、ちょっとヘルツ入れるわ、2枚の光属性機械属を墓地を送り、このターン2回攻撃することができる。まああんま関係ないんだけどねこれ。そしてサイバードラゴンを墓地から特殊召喚。さらにレベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよサイバードラゴンノバ。サイバードラゴンノバの効果、オーバーレイユニットを1つ使い、自分の墓地のサイバードラゴンを1体特殊召喚することができる。現れろサイバードラゴン。さらにサイバードラゴンノバの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。現れよサイバードラゴンインフィニティ。そしてこのモンスターはモンスターを吸収することができるが、その効果を1回破棄するぜなんでかって俺は殴りてえからだお前を。サイバードラゴンZガーをリンク召喚し、さらにサイバードラゴンZガーと、サイバードラゴンインフィニティでサイバードラゴンZガーをリンク召喚めちゃめちゃこねくりましたけどそして手札よりマジックカードエボリューションレザルトバーストを発動。オーバーロードフュージョンを手札に加え、このターンオーバーロードフュージョンの効果により6体以上のモンスターを融合スターにした場合、そのモンスターは融合スターの数だけバトルフェイス中に攻撃をすることができる。俺は負けたくない。うおー融合召喚、あらあらら、キメラテックオーバードラゴン融合召喚成功時フィールドのカード全てぶっ破するぜ。自分のフィールド上のバトルフェイスエボリューションレザルトバーストグーレンダグーレンダカッコ2レンダ、すいません、5連打する前に相手が死んでしまいますこれマジでロマンカードだよな。これロマン性高すぎなんだけど、このなんかレザルトバーストとかいうカードマジやばいわ。砲撃のカタパルトタートル、はい、ガイアで、ガイアですか、ガイアですか、アームドドラゴンじゃないですか。アームドドラゴン何、万丈目じゅんじゃん、万丈目、あれヘルカイザーって万丈目ってんなことなんて呼んだっけ、万丈目、貴様に引導を渡してくれ、俺は勝利のみをリスペクトする。全然似てねえなヘルカイザー全然似てなくて草で、アームドラゴンレベル7で、あレベル10ですか、うわ出た昇竜拳、昇竜拳、これマジの万丈目じゃん、マジモンの万丈目いたわ。でもね、
これ戦闘では破壊されないとかいう激肝か効果ああうざいな上から殴るかで、はい何と混ざってるやつこれシンプルにアブドラゴンだけみたいな話あるドラゴンメイド混ざったりねあのするデッキは割とあマジでアブドラゴンレベル10単体できたうわ遅っまあとりあえずまあショレルモンはしょっときますショレルモンはしょっといた方がいいという話あるねでサイバードラゴンを特殊召喚そして、サイバードラゴンと機械族モンスターを融合さにして融合召喚現れろキムラテックフォートレスドラゴンさらにサイバーリペアプラントを発動自分の墓地にサイバードラゴンが存在する場合デッキから機械族光属性モンスターを手札に加えることができるこれによりサイバードラゴンコアを手札に加えることができるこれこねくり回す必要があるなサイバードラゴンコアを攻撃表示で召喚エマージェンシーサイバーを探しエマージェンシーサイバーを発動エマージェンシーサイバーによりサイバードラゴンネクステアを手札に加えていくさらにサイバードラゴンネクステアの効果自分の手札のモンスターは1体墓地を送ることにより自身を特殊召喚し特殊召喚に成功した場合自分の墓地より攻守が2000どっちか2100のモンスターを特殊召喚さらに、サイバードラゴンを含むモンスター2体でリンク召喚あられろサイバードラゴンディーガーさらにあこれちなみにですね絶対にランページ出して殴った方がいいですこれは絶対です正直こんなことをする必要は正直ありませんこうやってこねくり回せるよということも一応お伝えしておきましょうなんかもしねオーバードラあのレザルトバーストしかなかった場合みたいな時はもうこうやって強引に展開をしオーバーロードフュージョンを手札に加えオーバーロードフュージョンを発動オーバーロードフュージョンの効果により機械族モンスターをちょうど6体用意することができるぜうわーあらあらキムラテックオーバードラゴンそして融合召喚成功した場合メガフリートを溶かすぜバトルライズレボリューションレザルトバーストグオレッダ絶対ランページした方が強いあー反動割とそこそこやるなこれ割といい高校としてはなんかクロックワークライトからの全水とかでいいのに宝玉の絆出ましたヨハンじゃないですかヨハン先生ね新しいカード金閣玉城っていうね、まあ、通称金玉と呼ばれてるカードが実装されて、まあ、結構強くなってるんでこれもねまたやろうと思うあー強いねルビーカバンクルなるほどこれ金玉ムーブなの多分金閣玉城っていうカードがねめちゃくちゃ展開力増やせるなんかやけくそかこれ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 おめえこれやけくそカードなんだこれこれマジ強いからねこれやってることやばくてなんかその宝玉2個置いてから宝玉出すみたいなこと書いてあるね激ヤバ展開がこれ繰り広げられるぞこれルビーでサファイアサファイアパサファイアとかいうつえマジでこれやけくそだよなこれやけくそ展開すぎるまあでも、ね、言うてん怪獣あるしねライストもあるしねなんかなんとかなると思うわこれ結構相手どんな盤面でもねやばいことしようとしてるじゃんちょ展開しすぎやっていやいややばすぎだろこれ何回ルビーの効果使うんだよクソ強えなはい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 いいでしょうこれどうすんだろうこれえああなるほどジアライバル強えジアライバルサイバースからの究極宝玉神レインボードラゴン7つの宝玉が揃った時なんだっけ導かれし奇跡が現れるみたいなちょっとなんか召喚工事忘れたけどはいで融合モンスターがリンク先に出たのねやばいやばいまたこれもしかしてまたルビーかお前これルビー過労してるぞおいお前それルビー過労してるってさすがにこれは労働基準法違反だろ盤面強すぎて笑った
やばウーサ GI ライバルサイバース並んでるやばくない？どんだけ展開力あるんだよこのデッキ。いかれてるだろう。エボリューションレザルトバースト来た。なるほどな。まあ、とりあえずライトニングストームで相手のバックの攻撃の奇跡を剥がさないと何もできないため、とりあえず魔法トラップカードを破壊させてもらうぜ。砲撃の奇跡はね、あの砲撃獣カードをコストにしてなんか何でも無効にするみたいな効果なんですけど、さあ砲撃の奇跡のカウンタートラップ効果、相手のマジックトラップカードを破壊して、はい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 、いいでしょう、無効にしていく、いいだろう、問題はない。なるほどな。そして一旦このゴミはどかしてもらってで、そしてこれで全水だ。え、これ全水できますよね。あ、でもそうか、機械族にならねえんだ、やべえ、全水だと思ったら機械族にならないの忘れてたわやべミスった。しかもこれ、あ、500なんて上がってるから機械服成術ができない、やばい やってしまった。あ、これ先に召喚してから機械服成だったから、いや、ミスった、最悪、うわ、ゴミプレイングしたわ、ゴミプした、ちょっと待ってやばい、ありえないプレイングした、うわ、これ先出し機械服成なのか、なるほど、出し機械複製じゃないといけないことが発覚しました。マジでやばいことが起きてます、普通にやばすぎる、やばいやばいやばい、ちょっと待ってやばい、抜けない抜けない、アライバル抜けないんだけど、アライバル抜けなすぎなんだけど、やべ、クソプレミした。いや、でも相手も結構リソース枯れてるぞ。ジアライバルビートだったらワンチャンあんじゃねえか、ジアライバルビートだったらなんかこう家系モンスターを引けばワンチャンある。あー、お、おー、はいはいはい、あるね、これサイバードラゴンコアを召喚し、サイバードラゴンコアの効果を発動するみたいな、怪獣じゃないとしょれないからあのモンスターは、だからリペアプラント持ってきまして、そして、機械複製術を発動、いや、クロックワークナイトを発動したのが間違いでしたね。そのカードを発動してしまった場合、あー、もう増殖する G1 もうしょうがない、いいだろう、関係ない、このターンになんだろ、殺すレベルで展開するしかねえ。そしてレベル5のモンスターが2体、さらにアルミラージ1体作って、そして墓地にサイバードラゴンが存在するため、サイバーリペアプラントの効果発動。サイバーリペアプラントは自分の墓地にサイバードラゴンが存在する場合、こっちではね、デッキから機械族光属性モンスターを手札に加えることができる。これによりジズちゃんを持ってくるぜ。よし、これでアライバルは一応突破アライバルを突破させてもらうぞ。レベル5のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろサイバードラゴンノバ。サイバードラゴンノバの効果、オーバーレイユニットを1つ使い、ネクステア使ってないからアナコンダいけるよな、サイバードラゴンを特殊召喚、さらに、サイバードラゴンノバの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚、あれあれをサイバードラゴンインフィニティそしてサイバードラゴンインフィニティのモンスター効果、攻撃表示モンスターを吸収。効果モンスター2体でリンク召喚、現れろプレデタープランツベルテアナコンダ。ベルテアナコンダの効果発動、オーバーレイユニット、あ、間違えた、オーバーレイユニットじゃねえや、オーバーレイユニットねえわ、オーバーロードフュージョンを墓地送り、現れろキメラテックランページドラゴン融合召喚。そしてキメラテックランページドラゴンのモンスター効果、相手のマジックカードを破壊し、さらにキメラテックランページドラゴンの効果発動。デッキからなんだこれ、あー、うらら、いや、そいつは無効にさせてもらうぜ。サイバードラゴンインフィニティの効果、
相手のモンスター効果を無効にすることにより破壊し、これによりキムラテックアンペジュラゴンの効果が有効。機械族光属性モンスターを墓地に送り、このターン墓地に送ったモンスターの数だけこのモンスターの攻撃回数を増やすことができる。サイバードラゴンコアの効果によりサイバードラゴンを回収することもできるぜ。ネクステア行くぜ。機械仕掛けによるクロックワークライトを発動しバトルベースを行う。バトル、うおー、1連打、2連打、3連打、4連打、5連打いや勝てるんかーい。